い、こんにちは、レトスの小野です。4月6日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。一方はこれで十分だと考えるが、もう一方はまだ足りないかもしれないと考える。そうしたいわば紙一重の差が大きな成果の違いを生む。これはパナソニックの創業者である松下幸之助さんの言葉です。例えば A さんは1日10問勉強してこれで十分だと考えました。一方 B さんは1日10問勉強してまだ足りないかもしれないからあと2問だけやろうと考えて12問行いました。1日2問の違いです。でもこれが1ヶ月経てば60問の違いになり、3ヶ月経てば180問の違いになり、試験日までには360問もの大きな違いになっています。これまでの過ぎた時間っていうものはもう取り戻せないんですね。でもこれからの時間は変えられます。今日一日まだ足りないかもしれないという気持ちを持って頑張っていきましょう。私自身も受験生だった時はどれだけ勉強しても不安だったんですね。だからあともう少し頑張ろうという気持ちを持って毎日勉強していました。こういったあと少し頑張ろうという気持ちを持って今日も一日頑張っていきましょう。それでは問題に入ります。 A が善意無過失で8年間所有の意思を持って平穏かつ公然に他人のものを占有し、A が B に賃貸し、B が2年間占有した。この場合、A は取得事項を主張することができない。丸か×かという問題です。考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは×です。自らが占有する場合でなく、賃借人により間接的に占有する場合も、A が所有の意思を持っていれば、取得事項を主張することができます。つまり本問では合計して10年経過しているので取得事項を主張することができます。まあ、これは基本事項なんで絶対覚えておきましょう。間接占有も自己占有に含まれるということです。今回賃借人により間接的に占有してもらっています。これも A の自己占有に含まれるんですね。 A が自分で占有しているということになるということです。個別指導の受講さんは合格テキストを確認しましょう。テキストのページ番号は P26 ページですね。真ん中あたりに記載しております。それでは問い2です。建物の買い主 B が宅建業者であり、当該建物の近所に事務所を構えており、その建物に関する事項を熟知している場合、宅建業者は B に対して重要事項説明書を交付すれば、重要事項の説明を行うことなく売買契約を締結することができる。丸か×かという問題です。答えは丸ですね。重要事項の説明は買い主や借主に対して行わないといけません。ただし買い主や借主が宅建業者の場合、重要事項説明は省略できます。これは本試験でも出題されそうな内容なので絶対頭に入れておきましょう。で、問3です。土地区画整理法による建築行為等の規制に違反して建築された建築物等については、施工者は事業の施工のために必要となったときはいつでも移転または除去することができる。丸か×かという問題です。答えは×ですね。この施工者っていうのが誤りになります。建築行為等の規制に違反して建築された建築物は、これ邪魔ですよね。この場合、都道府県知事等、知事は相当期間を定めて必要な限度において現状回復または移転除去を命じることができます。つまり移転除去できるのは知事なんですよ。施工者の権限で移転除去ができるわけではありませんので、ここは引っかからないようにしましょう。で、実はこの問題から非常に重要なことを学ぶことができるんですね。で、実際、この重要なことっていうのは予備校でもあまり教えていない内容なんですけれども、宅建試験に合格するためにも一番重要と言っても過言ではない内容なんですね。で、こういった予備校でも教えてくれないような理解学習を実践したい方は、ぜひですね、個別指導をご検討ください。個別指導では予備校とかでは教えていない。でも、宅建合格するために重要な部分までお伝えをしております。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。個別指導の動画については、左上の動画からぜひご覧ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。